はい、今回はですね、タイムラインの正しい歩き方ということで、タイムラインパネルですね、はい、こちらの方ですね、いろいろとちょっと解説していきたいと思います。まずですね、最初にやっぱ陥っちゃうのが、結構このアフターエフェクトソフトをすごくやりにくいっていうか、操作がしづらいんですよね。何がそうかっていうと、例えばここに見えているレイヤーとか、まあ他のプレミアとかね、比べると分かるんですけど、なんかやっぱり細かいんですよね。この間隔が狭いっていうか、小さいというか、また時間軸もなんかここをやってこう動かしていくっていうのが、結構皆さん抵抗を感じて、これがなんかね、こう操作しづらく感じちゃう人っていると思うんですけども、結構制作で使われている方っていうのはですね、ショートカットを使うんですよ。キーボードショートカットあるんですけども、例えば本の方ですね、629ページとかで紹介していますキーボードショートカット表っていうのがあると思うんですけども、もうね、これまず真っ先にね、コピーして貼っといてください。貼ってね、やっていくと、あ、なるほど、こんなに無駄なことをやってたんだなっていうのがわかると思います。例えばですね、こちらの方を、見ていただきたいんですが、バイオプラスシリーズですね。はい、これで今こう押して、トランスフォームでって、ここで位置とかスケールでってよくやると思うんですけど、結構アクション大変ですよね。こういきますよ、1、2、そして次で選択してこれだっていう風に選ぶじゃないですか。例えば回転だったら回転でこう選ぶと思うんですけども、これやってるとですね、ちょっとアクションが多くなっちゃうんで、はい、まず覚えていただきたいのがこちらのショートカット、 ASPRTU。 はい、まずね、 A は、はい、アンカーポイントです。アンカーポイントでね、これもよくやっちゃうというか、まあ私もやってるんですけど、日本語にしちゃうとショートカット効かないんですよ。日本語にしちゃうと、 Mac の場合は日本語にしても結構無理しても出るというか出るんですけど、 Windows の場合だと押しても何にも反応しないよと。そうした場合は英語の、まあ、入力モードに切り替えてあげてください。英語ですね。はい、でこれで例えば今これ、英語の方に切り替えましたけども、 A はアンカーポイントですよ。そして S はスケール、 P、はい、1、そして R ローテーション、 T 不透明度トランスペアレンスですね、キーフレームのみ表示が U。 この U がね、一番私よく使うかなと思うんですね。 U、 例えばここでキーフレームが適用されていれば U を1回押します。そうするとキーフレームが見ることができます。キーフレームね、もう1回押すと閉じます。どこにキーフレームついてるのかなって見たいときに U1 回押すと見れます。でよく一番使うのがですね、この U の2回、 UU っていう、はい、そうすると適用されているものすべてを見ることができます。 U、 はい、2回ですね。これ1回だとキーフレームのみで2回、はい、こんな感じで押します。そして例えばこれがですね、2つ3つ、見せたい場合、例えばこれとこれとこれ、まあ3つとも U を押すと、まあバイオプラシリーズの文字にはキーフレームがついてるのは見えないんですけども、例えばですね、 UU とすると全体がまあこういうふうに解放されるといった形になります。まずはね、こうしたこうねじり矢印ですか、これがね結構めんどくさく感じちゃって、速度が遅くなったりとかこんがらがったりするので、まずキーボードショートカットね、こちらの方の縦ラインを覚えていただきたいと思います。はい、続いてですね、ズームインズームアウトの方法、こちらの方を解説したいと思います。ズームインって何かっていうと、今ここってずーっとこう見ていくと4、5、6、7、8、約8秒ですね、8秒でなってるんですけど、ここの部分だけもうちょっと拡大したいなとかって場合には、下にあるこのボタン、はい、ズームインを押しますよ。押すと、はい、このように拡大されてきます。要はフレームごとに見れていくということで、全体だとね、こういうふうに全体のこう、まあ、秒数が見れるっていう形になるんですが、例えば1秒と何フレとかいう、まあ、指示があった場合には、これね、やってあげた方が動かしやすいというか、分かりやすいですよね。1秒と5フレとか、こういうふうな形ですね、まあ、メジャー的な役目を果たします。それと連動して上にあるのがこれです。これなんだろうな、名前わからないんですけど、なんとか調整バーでしょうね。これも同じように広げると全体が見れますよと、ね、広げると、はい、そしてここ縮めると、わかります、ここさっきと同じようにズームインと同じような機能で連動してなってるのが確認できます。でこれもですね、よく使う、まあ、ボタンというかね、操作なんで、わざわざ下に行ってこう押すのめんどくさいじゃないですか、こうやってやってるのが。そうした場合っていうのは、ショートカットキーの、はい、ここのほとへ、日本語で書いてあるほとへ、ほへと覚えましょう。
フォトヘを押すと、これだけで、はい、このような形でズームイン、ズームアウトっていう形でできます。これはね、よく使うんで覚えておいてくださいね。ズームイン、ズームアウト。で、もう一個、キーフレームの移動なんですけども、こちらの方ですね。例えばキーフレームで次に移動したいよというところで、はい、こう移動するのって止めるのめんどくさいじゃないですか。ここでこれ結構大変なんですよね。私解説ではこうやってやってるんですけど、ほとんど制作ではやってないんですが、これもね覚えておいてほしい、ショートカットキー J と K です。 JK で覚えてください。 JK、はい、J と K でいくとキーフレーム間を移動してくれます。はい、こんなような感じです。はい、ちょっとね全体を見ると分かるんですけど、キーフレーム見てみましょうか。全体のキーフレームは U を1回押しますよと。はい、そうそう、こんなキーフレームありますね。次のキーフレームで J と K の K 押します。 K、K、K という形でいくとキーフレームごとこうやって折ってるのが確認できますよね。これも結構よく使うショートカット、カットなんで JK は覚えておいてください。で、ラスト、フレーム間の移動で、この時間軸を移動させるのがめんどくさい。まあ、めんどくさいというか、例えばここ、2フレだけ移動させたいとかってあるじゃないですか。こう、2フレだけとか。こういった場合っていうのは、こう、いちいち、ここでやって、ね、2フレだなっていう感じで、1、2とか、まあ、こういう風な感じで移動させるのってめんどくさい。そうした場合はですね、これもショートカットなんですけど、ページアップとページダウンという、なかなか使わないボタンなんですけども、まあ、ウェブとかでね、使うかもしれないですけど、ページアップ行くと、こういう感じでね、1フレ進んでくれるんですよ。こういう風に。今、私何を回すかしないんですけど、ページアップとページダウンだけで1フレ。そして、シフトキーを押しながらページアップだと10フレっていう感じで動いてくれます。なので、いちいちね、こう、ここで、こうだ、ああだっていうことでやってよりもは、実際にページアップ、ページダウン使った方が早いかなという風に思います。私の方はね、ホイールとか、マウスのカーソルでこれ当てちゃうと、便利なんで、結構マウス選びとか、キーボード選びとかでね、この辺だいぶ、活用範囲が変わってくると思いますんで、その辺うまくね、使ってあげるといいかなというふうにも思います。あとは、ホームキー。これはね、押すとね、スタート地点に戻ります。押しますね。はい。全くの最初のスタート地点。戻りたいときにね、例えば、こう言っててわざわざ左に動かして最初っていうのは使わないです。あんまりね、ホームキーを押して一発で戻りましょう。逆にエンドキーを押すと一番後ろになります。はい、あとですね、タイムコード、これなんですけども、今5秒22とか出てるんですが、これね、今表示っていうのは通常の、まあ、こう放送業界で使えるタイムコードと呼ばれるものになってます。で、これがね、どうしてもね、嫌な人っていないと思うんですけども、ここ表示形式変えるにはって書いてあるんですが、このコマンドキーを押しながら行くとフレームになります。フレームに変わります。はい、このような感じで、だからこれだと36フレーム目みたいな感じで、主にアニメとかね、こういったアニメーションやってる人はこういうような使い方をよくするんですけども、この表示をね、切り替えるということが可能です。またですね、タイムコードとフレームの変え方なんですが、実はファイルのプロジェクト設定というのがあります。ちょっとこちらを開いてみますと、はい、ここにですね、時間のね、表示形式、今タイムコードになっていますが、フレームに切り替えることも可能です。これをね、まあ、コマンドキーとかコントロールキーでやってるっていうのがポイントになります。あとね、これでね、やってほしいのがね、1個、これビデオレンタリングおよびエフェクトっていうのがあるんですが、ここの仕様がソフトウェア処理になってる人いると思うんですけども、もしですね、ビデオカードを搭載している方がいらっしゃいましたら、ここは、まあ、Mac だったらメタルとかオープン CL とか、あと CUDA っていうのもあるんですけども、こういった GPU の効果を使うことによって、処理速度を高速化することができます。初期設定だとこれソフトウェアになってるんですよ。せっかくいいパソコンで持ってても、ここがソフトウェア処理だとビデオカードの能力が発揮できないということもありますので、ここはね、しっかりとオープン CL、メタル、クーダとかあったら、しっかりと入れてあげることによって、だいぶこれもね、処理速度が変わってくると思います。続いて音のレビュー。はい、音に同期させて合わせたいときってどうすればいいか。これ普通にね、こういう風に移動させても音って出ないじゃないですか。でもですね、ショートカット使うと出ます。Windows の場合コントロール、Mac の場合はコマンドキーを押しながらすると音がこういう風に出るんですよ。音を聞きながらレビューすることができます。ちょっと反応がね、遅いかなっていう方、マシンパワーもあると思うんですが、こういう風にね、音と合わせてやっていくっていうのも結構やり方としては便利かと思います。
はい、あとですね、最後にこれちょっと解説しておきたいんですが、私もよく使うのがこのラムプレビューの範囲です。今ってここ範囲がワークエリアの範囲ですね。これがここ最初から最後になったんですけども、これいちいちプレビューすると結構最初からやってて時間かかりますよね。低刺激処方、低刺激処方だけ見たいなって言った場合には、ここのところで、はい、このワークエリア、これをここに移動させます。そして低刺激処方はここなんで、これも同じようにここに移動させます。そしてプレビューは0キー、0のね、点キーのところでプレビューをすると、このワークエリアの範囲だけがプレビューされます。低刺激処方、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 はい、このような感じになります。なのでこれはね、まあプレビューとして範囲を指定する、これもねキーボードショートカットで、スタート地点 B、 そして終わるのが N という形で覚えておくとすごく便利かなというふうに思います。まあこうしたですね、ショートカットをね使うことでだいぶ操作性っていうのがね、あの改善されるんですよ。ですから、まあ、皆さんねちょっと大変かもしれないんですが、ショートカットをね覚えてもらいたいっていうのがあります。このショートカットねもうコピーして貼り付けて、毎回これを使う癖をやるだけでも多分ね 30% は早くなるんじゃないかなと思いますね。